びっくり。今日から朝の体操に。何何？鳥みたいな。あの恐竜がいるようです。マジで？あの恐竜見失ったんだけど、結局どこ行ったの？あ！おるやん、オレンジの。今日が来た、昨日の月だ、みんなで体操、深呼吸、ぐるりと回って1、2、3。さっきワクチン受けたせいで肩が上がらないの。ここまでしか上がらない。これにやるとダメってことで始まりました。笑ってはいけないです。笑ったらわさびです。ちょっと減ってきたな。買わなきゃダメだな。わさび1センチですからね。割らないように気をつけましょう。最近1ヶ月に1回ペースでしか撮影してなくて、ね、笑ってはいけないのに普通に笑って、ね、連発しまくって進まないみたいなのが良くないので。いただきまーす。え、何これ。あ、唐揚げか。トウモロコシかと思った。朝から唐揚げ重くない？やられるやろ。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さてとはどういう意味だったのかな。特に意味ない感じ。そうな、あの抑留の呼び名を決めないとね。そっか、しんちゃんならあの抑留をなんて呼ぶ。また変なのやめてくださいね。わざと笑わせようとはしないでください。抑留ハートマーク、ハートマーク。恐怖の巨大鳥は実在した。それネームじゃねえやろ。笑ってない、笑ってないよ。なんか今日画面白くない？何白いの？白くない？なんかまあ、いっか。恐怖の巨大鳥は実在した。言いにくいわ。ハートマーク、ヨークリュー、ハートマーク。ポピュラーアウト。ずっと我慢してたもん。ってことで早速ですが1センチです。いやきつい。撮影始めたばかりなのに1センチってこのぐらいかな。はい、いただきます。おぉ、わさび、久しぶりのわさび、辛いな、やっぱり。1ヶ月前に撮影したのなんか、つい先日やったような気がするわ。やっぱり辛いわ。辛っ。今日の洋服もわさびみたいな色の辛っ。ハートマーク、ハートマーク。こうして無事。みんな固まってるじゃん。こいつ頭おかしいのみたいな。ヒロシの顔のさ、ミサイルとかもう、完全に見下してんじゃん。ひどいよ。おじさんももうねえ、ラルコちゃんも固まってんじゃん。ヨウコさんだけじゃん、ニコッとしてくれて、アイスオークしてくれてんの。吐きられてんじゃん。まだ1センチ。いただきます。お腹痛くなっちゃうじゃん。これで副反応出たらどうすんねんね。ワクチン接種しまくった後に わさび食べまくるとか、そういうの前代未聞だよね。うん、あら、かわー。じゃあ続きます。これ、この話つまないじゃん。辛っ。やば、やば、やば、やば。あ、ちょっと待って、シーロつけ。え？あれ、私、ボタン押して、あ、自由か。どうした、ララコちゃん。あ、じゃあなんか、あ、違う、モットさん。はいよ、しんのすけ、今暇？暇？ほら、一生懸命作るぞ。それ、今暇じゃなくて、手間暇。悪の産地に伝票持っていくんだけど、散歩がてらしてに来る？悪の産っていうのは悪の博士。うん。たくさん歩くのに散歩とはこれいかにだぞ。うまい。じゃあ私などをついてきておいで。最初はここのおじさんがやってる事務所の前で待ち合わせね。いきなりそんな遠くまで。よっ。あれ？このオレンジのが飛ぶやつ？え？違うよね。これはただの、ああ、紛らわしいことしないでよ。オレンジだったっけ、これ。いや、二人ともいつも同じことやってるね。幼稚園にはどうやって行ってんの？ほら、専用バスで行ってるぞ。いやいや、もう裏山ダメに行ってみた？まだ。ああ、おはよう。どうした、どうした。恐竜と一緒に走り回って遊んじゃった。古代人も帰って恐竜と遊んでたのかな？うわ、羨ましい。私もスピーター。ほんと、あの、飛ぶやついないんだけど、どこ行った？もしかしてあっちのこっち反対方面行ったってことなのかな。ビリビリ。でもこっちまだ行けないんだよね。まだダメなのか。新しい虫はいないよね。そう、虫がいるとキラキラするからさ、よーく見ながら進まなきゃいけない。
いやー、あ、どっちだったっけ。あ、でかいのいるね。たまに、あ、こっちだったっけ。たまにわからなくなっちゃう。スプーラー。アウト。1ヶ月やらないと土地勘がね、なくなるの。あとでわさびです。土地勘どうでもいいわ。お腹痛くなっちゃっては、この後さらにさ、続けて取んなきゃいけないの。このゲームってさ、途中でセーブできないのよ。つまり、最後まで夜までやらないと、次のゲームできないのよ。エレストとか撮影できなかったり。いろいろ支障が出ちゃうからさ、ちょっときついのよ。辛い。慣れないよ。わさびは。マジ辛い。あー、やばいやばいやばい。テーブルじゃこっちだって。いた。もっとさん、あ、事務所やろっかな。でも来てないか。うん、授業やる。しんのすけちょっと場所がおかしいでしょよ。アキラが出かけてるじゃん。アプーラーやばい、今日 笑いすぎ祭りになっちゃうじゃん。笑ってはいけないがさ、今年中止になった分私が笑わせられてんの。ダメでしょ。ほんとテレビ番組急に笑っちゃってんじゃん。もう笑ってはいけないながら我慢しなきゃいけないのに。いただきます。辛いよ、しんのすけ。見えてんのそこ。来た来た、カチカチ。先輩さんやりたかったんだけど。あら。へえ。ちょっと前までここは工事機まで取れなかったんだけど。それ。俺らも知ってるぞ。急にが柵を壊して取れるようになったんだ。ね、取れるようになったんだよね。あ、道の真ん中歩いたら恐竜踏まれちゃうかもしれないから。そうだね。注意注意。よいしょい。事務所売れなかった。まず、いっか。うん、新しい虫はいなさそうだね。細かくチェックしとかなきゃいけない。ここ。とっても綺麗でしょ？本当好き、ここ。なんとかっていう名前の花が水の中に咲いてるの。ハスじゃないかな。なんとか。とってもいい名前だぞ。いや、なんとかってのは名前を思い出せないだけなんだけどね。あ、でもハスだったら浮いてるか。沈んでるのはなんだろう。あ、放入したら危ないからね、注意注意。いいところだよ、ほんと。そっち行くんだ。じゃあ、後を追うぞ。ここは農園だね。あ、今日も水あげないといけないね。忘れちゃう、忘れちゃう。そうそう、やんないとね。ここはヨシコちゃんの家がやってる農園なの。やっぱりそうなんだ。女子大生のヨシコ兄さん？そうよ、さっきの新聞社で働いてるヨシコさん。ここら辺は使ってない畑だから勝手に使っていいことになってんの。畑仕事、やってみる？それと裏側の素敵なお姉さんと、お近づきになれるチャンス。めっちゃ見えがピューンになってるじゃん。ピューン。そうかもね、そうかもね。ブリ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 しんのすけは果たして仕事そのものには全く興味がなさそうね。うん、よしこねえさん。それにしても彼女に対するこの熱烈な好奇心と私に対するこいつはどうでもいいや、暇つぶしに持ってこいな感じの違い、一体どっから生まれてくるのかしら。じゃあ次は悪野さんの秘密研究所でね。ちゃんと追いかけてくるなよ。暑い中元気だね。じゃあお水あげよっか。それは忘れてはいけないからね。よし、人参に水あげて、トマトに水あげて、全部違う種類なの全部同じに見えるっていう不思議な世界だ。あーあった、あそこ。どうやって行くんだっけ、こっちだったっけ。あ、違かったね、こっちか。忘れちゃうんだよね。新しい虫いないよね。あ、もう渡しちゃったの。どうした、どうしたの。今日は大事な伝票を持ってきたんだけど、悪野さんいなかった。一体どこにいるんだろう。しんのすけくんも探してくれない。見つけてくれたチョコビ一箱プレゼント。お、でか、それすごい。悪の博士を探すことになったしんのすけ、博士は一体どこにいるのでしょうか。多分、え、くまなく探せば普通に見つかるんじゃないかな。でも本当の中にいないの。ちょっとチェックしよう。うん、いないか。
本当にいない。パソコンはダメ、身長が届いてないからか。確かに本当にいないから、いなかったぞ。もうちょっと行ってみよう。持ってない店はいない、正面じゃないか。あ、山桃か。おっ、拾っとこ。おっと、ごめんなさい、アラームが鳴った。アラームの音は入らないよね。あ、これ山桃だよね。それぐらいかな。こっちほんといけないんだもんね。いけそうなんだけどもいけない。遺跡発掘地とか、やっぱりか。遺跡は変わらない。カレー屋さんにはいない。ほら、カレーの話が聞きたいぞ。どうやってカレー屋さんになったんだブン。拙者は生まれながらの忍者であるぞ。最初から銀河流なのだ。なろうとしてなるものではない。なんじゃそりゃ。お使いもしたいな。でもあの子いないもんね。来るの？あ、本当に買えない。へえ。そうだ。そう、ゆうこさんにあれ渡さないといけないじゃん。スタンプカードが待ったんですよ、前回。イエーイ！イエーイ！しそ2個。でも、拾っとかないとね。ほいほい。牛のとこにいないよね。ん？まあ、いなかった。あ、いないよね。よきりほんといないんだよね。なんでだろう。ダンシングジロー。これジローだよね。今日もアイコラズ山から封印が出てるぜ。地球も俺も生きてるぜ。勝手にどうぞ。ゴミ箱の中にいないよね。そうだよね。あ、なんか落ちたな。イエーイ！イエーイ！しそ。家の中にはいないよね。いたら不法侵入だぞ。でもチェックしとかないとね。朝顔見れないんだ。いないよね。あ、ミサエ。見なかったかい？次なのよね、食堂に来るお客さんって、顔に未病の人がいるんだけど、手紙の写真写ってた男の人にそっくり。手紙の写真の男？あ、わかった。ここで気になるお使いの評価を聞いてみましょう。評価、どんな評価がもらえるんでしょうか。お使いを一つ終えると星が一つ増える仕組みです。はい。現在星は5つ以上。おー、素晴らしい素晴らしい。最高、すごいね。頑張ってる頑張ってる。ヨヨコちゃんからボーナスのお小遣いが出ました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。おい、100円。ありがたや、ありがたや。はい、トイレは、あ、トイレにいるかもしれないね。チェックしよう。初日以来久しぶりのトイレ。残念ながらいないとのことです。どうしようか。でも結構山菜も取ったからな。こっちもう一回見るか。よよ、あ、しそは行ってるね。いただきます。はい、トマト3個。ヤマメは産んだもんな。というわけで本日はこちらで一旦終了となります。次回はそう、博士を探しながら、まあ、スーパーで買い物今できないのか、なんかいろいろとそういうのをそつなくこなしていきたいと思います。ブリブリーということで、こちらで以上となります。今日笑いすぎちゃったな。この後続けて撮影するんだけど、中がもう痛いです。というわけで本日はこちらで以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのお客様もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ドゥンドゥ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 ド